今ご覧のように今皆さんに僕は後ろを向けています。背中が見えるかどうか、まあ、僕の位置からは見えないわけですが、見えるだろうと思います。で、まあ、僕は自分の影を見ています。まあ、自分の影に向かって喋っているわけですね。で、まあ、皆さんはもちろん僕の影も見ているし、まあ、僕も見ている。まあ、そういう意味ではプラスアルファがあるんです。そこのところが一緒になるのか、あるいはずれているのか、そこに別のフレームワークがあるのか、その辺がまあ一つの疑問問題です。まあ、それがまず最初の課題だと思ってください。ですから2つの、まあ、フレームがあるんですね。まあ、ライブの僕と、それから今ここに目の前に四角いフレームがあります。まあ、その中に僕が影を投影しているわけですね。で、皆さんはそのフレームの中の影と、まあ、ライブの僕と、まあ、両方を見ているわけです。まあ、その子はおそらく同一であろうというふうにおそらく信じてるだろうと思いますが、まあ、必ずしもそうでないかもしれない。まあ、その辺はこれからおよい、明らかになっていくかもしれないし、あるいはならないかもしれない。まあ、僕も作品を作りながらいつも自分も観客であると思ってですね。で、それをまあ作りながら、見ながら作るという、まあ、プロセスそのものもそうなんですけれども、同時に、まあ、それだけにとどまらないですね。観客とその作家 の、 役割というか変化というか位置の関係というか、そういうものがまあ非常にこう、まあ、変わってきているわけですね。今ここで行われているのはどういうことなのかという、今唇というか今話している口が見えています。で、まあ、顔は見せていません。というのは、まあ、一つは僕自身この観客でありたい、まあ、言うならばアノニマスというか無名でありたいという、まあその和の全部でありたいということもあるんですね。で、なぜ影なのか、まあ、それは僕の後ろに、映写機があるから、プロジェクターがあるからなんですが、中国語ではですね、まあ、映画のことを、エレクトリックシャドウピクチャーというわけですね。まあ、英語で言えば電気影ですね。まあ、日本語でも映画映せというふうに書くわけです。で、西洋ではみんなモーションピクチャーでありシネマトグラフであり、ドイツ語ではキネマであって、それぞれみんな動く絵なわけですが、ここのところは大きな違いじゃないかと思ったんですね。そういうこのアジアの中にあるこの映像、まあ、影の像の方の伝統ですね、がこのパフォーマンスの中でも使えるんじゃないかなという、影が何かそれに代わって喋ってくれるんじゃないかなということも考える。僕はパフォーマンスをしている飯村さんの、さらに前の方に、スクリーンに寄せてですね、立つことによって、飯村さんとがパフォーマンスをしている、その前にですね、その目の前でパフォーマンスをするわけですけれども、この状態は、先ほど言っていた飯村さんが、まあ、気になっているという、まあ、作家と観客というその関係性でいう と、どういった状態だというふうに思っています。あなたがね、僕の今前にいて、まあ、観客を代表しているかどうかはともかくとして、一人の介入者として発言しているわけですが、まあ、こういう今あなた自身は、まあ、僕の影の中にいるわけですね。僕はこうちょっと
体をずらすとあなたの影がうっすら見える、映画の関係の中ではお客様、観客の皆さんには影しか見えていないという状態を想定して私はというふうに今私は今村隆彦ですと言ったとしまして、その時にそれは偽りであるというふうに考える飯村さんがいますが、お客さんは、その影を見てそれは影が飯村隆彦だというふうに偽りではないと思うんではないでしょうか。なるほど。まあ論理としては成立するかもしれない。まあ僕自身もですね、唇しか見せてないんですね。しばしばそういうアイデンティティとしては、まあ、証明書とかそうですが、顔を全部見せるというのが、まあ、証明になってるんですね。そういう意味ではあなたの声まで支配しようとは全然考えてないんですね。いわばそこで声の持つ力、イメージとはおそらく別にある声の力っていうのがあるんじゃないか。話の流れがずれてしまうかもしれないんですけれども、観客っていうことの定義について飯村さんにお伺いしたいんですが、飯村さんは今私の声を聞くことができるけれども姿形は見ることはできないですよね。でパフォーマンス前にはいたかもしれない観客はもしかしたら忍び足でみんないなくなってるかもしれないにもかかわらず、お話をし続けることができるのはそれはどうしてでしょうか。それは、見られることがないというところが観客は重要なんじゃないかなと思います。それは絶対的な、安全だと思うんですね。ここでずっと説明しても、なかなか難しいのかもしれないので、試しにここで観客席をちょっと明るくしてみるというのはどうでしょうか。はい、賛成します。じゃあ賛成多数ですね。賛成多数で観客席にライトが入れられました。僕はその観客席に、飯村さんが横を向いてもらえると僕は前のモニターに映ってあなた方を見ています。私はあなたに問いかけます。あなたは監修ですか。はい、先に言われてしまいましたが私は、監修ではないと思います。その根拠は先ほど話された通りなんでしょうか。まあ、僕については、はい、その質問に答える前にまた質問返して申し訳ないですが、先ほど、観客席に照明がつくというきっかけをくださった、おそらく見る限りで後ろの方にいらした方だと思うんですが、今どういった気持ちなのでしょうか。私は自分からその安心的な領域から飛び出しましたので、それは主体的な私の行為で、安全を侵されるっていう、受け身のものではないというふうに認識してます。まあ、英語では観客、オーディエンスは単数、複数で扱いますか、単数で扱いますか。オーディエンスは単数です。だと思います。あなたは単数の観客でもあり得るわけですね。はい。これから皆さんに正体を明らかにして、観客になろうと思っています。はい。観客になりましたか。
役者にはなりたくない。観客になりたい。ということですか。じゃあそこであなた方を嫌でも役者にさせます。僕は騙して役者にさせるぞ。はい、あなた方もスターです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。